い、どうもレディです。今日からですね、関東インカレ2024がね、始まります。ということでですね、この動画では、今年の関東インカレの5000、1万、ハーフのね、長距離種目3種目。これをですね、1部、2部と分けて、この全6種目の予想、していきたいなというふうに思います。まあ、展開とかもね、軽く予想しつつ、まあ、最終的には、まあ、順位ですね。1、2、3位の順位をね、予想していきます。で、今回一つだけ注意点があって、日本人選手のみでの順位で話します。これなんでかっていうと、ケニア人の選手をこう省いてるとかね、そういう考え方ではなくて、シンプルに予想そこ含めるとムズすぎるんですよ。ケニア人の選手は、ね、本当に予想できないです。もう1位行くかもうなんか全然伸びないかみたいな感じでね、コンディションの予想とかもね、あの難しすぎて、さすがにねちょっとこう話すのが難しくなるし、視聴者の方もねちょっと分かりにくいと思うので、まあ、今回は日本人選手だけですね。なので優勝1位2位3位って話していきますけど、まあ、実際の順位は5、6、7とかかもしれないんですけども、ちょっとそこだけね、最初に注意点としてね話しておきます。まあ、今年の関東インカレね、2年ぶりの、国立競技場ではね開催ということで、まあ、僕もねちょっと土日の方でねどちらかで試合見に行こうかなというふうに思ってるんですけども、今日はまだ木曜日の平日なので、試合自体は見に行かないんですけど、もうねこの動画が公開されてすぐにね男子の1万メートルがね始まるので、本当にこの動画をねすぐ見ないと1万メートル結果終わった後にね見ることになると思うんですけど、特に1万メートルはねもう今日このコンディションで走るっていうのが分かってるので、ちょっと予想しやすい部分はねありました。ということで早速ね、予想していきましょう。はい、まず5000メートル1部からいきたいと思います。まあ、この5000メートル、まずね、一番難しいところとしては、予選決勝ね、あるので、そこがね、ネックな部分ですね。予想しにくい部分でしたね。じゃあ、まず3位予想から行きたいと思います。まず3位。兵頭慈太選手、東海大学。5000メートル、自己ベスト的には、まあ、ランキングっていうと、まあ、めちゃくちゃ上位というわけではないんですけども、高校時代にね、800、1500メートルで活躍して、インターハイでね、日本人1位優勝とかもね、してるので、まあ、普通に、そもそも、スピードはトップクラスのものがあるので、こういう選手権大会とかね、勝ち抜きタイプにはね、強いんじゃないかなというふうに、思ってました。まあ、決勝ね、まあ、実際、そこまでハイペースにならないんじゃないかなと思ってるんですよ。で、これは、まあ、ケニアの選手が、まあ、そこまでめちゃくちゃ多く出場してるわけではないんですよ。特にこの一部は。さらに、初日の1万メートルにも出場してる選手がいるんですね。1万メートル出場して、金曜日にこれ予選走って5000メートル。で、日曜日に決勝。まあ、かなり連戦になってくる選手も多く、まあ、みんな疲れてるので、ガンガンハイペースで押していくタイプっていうのは、まあ、そんないないんじゃないかなと。まあ、気温も高くなるかもしれないですしね。ということで、まあ、ラスト勝負に、しかなってくるかなというところで、まあ、ラスト強そうな、兵頭慈太選手、強そうというか、まあ、強いんですけどね。確実に強いんですけど。で、まあ、さらに箱根駅伝の1区とかでもね、結構区間上位5番ぐらいかな、取ったりして、実力だけじゃなくてね、そういう勝負強さ、実績なんかもね、可能性を得てる選手なので、3番とは言いましたけどもね、まあ、もっと上位に来る可能性もね、全然ゼロではないかなというふうに思ってます。はい、そして次、2位ですね。2位、山口智則選手、早稲田大学。まあ、この選手もそもそもね、自己ベスト13分30秒台。うん、3000メートルとかもね、めちゃくちゃ速くて、まあ、とにかくスピードタイプですね。まあ、とは言っても、箱根駅伝の2区もね、改装したので、まあ、スピードタイプというよりかは、もう完全に実力がね、めちゃくちゃある選手。まあ、早稲田大学って本当にね、まあ、数年前まで、あんまりこういう選手権大会で活躍する選手が少なかったんですよね。で、まあ、特に僕の世代とかだと、全然早稲田大学って、まあ、はっきり言うと強くなくて、頭の中にもライバルとか、あの選手、結構強いな、強力やなっていう時に、早稲田大学の選手ってあんまいなかったんですよ。なので、なんかこう、早稲田の選手がすごくこう、予想のね、上位に上がってくるっていうのはね、すごくなんか僕の中では不思議な感覚というか、すごいやっぱここ数年で上がってきたなっていう感じはするんですけど、まあ、どんな展開になっても大体上位に来るんじゃないかなって感じはします。ハイペースになってもスローペースになっても、まあ、山口選手は、まあ、1、2、3とかには、まあ、確実に入ってくるかなと思いますね。まあ、ここ絶対上位に来ると思ってます。まあ、そして、まあ、優勝ですね。第1位はですね、斉藤翔也選手、城西大学。これはですね、まあ結構僕の勝手な個人的な予想にはなっちゃうんですけども、まあこれ、キムタイ選手、ビクターキムタイ選手が、城西大学にいて、まあこちらもね、5000メートル走ってくるんですけど、まあこのキムタイ選手が結構レースをこう握ってると思うんですよ。まあ確実に優勝候補ではあるんですね、このキムタイ選手。その優勝候補の選手と同じチームで、同じ練習をね、おそらくしてるはずなんですよ。めちゃくちゃ実力が違うわけじゃないんで。で、これ僕が、高校生の時に、まあ、ジョエル・ムアウラっていうね、一つ後輩、まあ、もう一つ下にもね、ケニア人の選手いたんですけど、一番レースの主導権を握るであろう選手が、チームメイトにいて、一緒に練習とかしてると、なんかね、こう展開をつかみやすいんですよ。走りやすいんですよね。あ、こいつにつけるから俺勝てるわというか、なんかね、こう支配しやすいんですよ、レースを。なんかそういう僕の体験談というか、経験もあって、まあ、結構有利なんじゃないかなと。
これはもう本当に僕が体験した話なんで、あんまりね視聴者には伝わりにくいと思うんですけど、なんとなくそういうね心の安心感みたいなのもあったりするんですね。でまあ 5000m のね、まあ、自己ベスト新生記録自体はね、まあ、13分50秒台とね、まあ、あんま速くないんですけど、まあ、3000m そもそも8分切ってる7分台のタイムを持ってますし、まあ、1万も27分台ということで、まあ、5000m 自体はただ走ってないだけ、あんまりいい記録がね狙えてないだけということもあって、まあ、30秒台もしくは13分30秒切る20秒台ぐらいの力はね全然あるんじゃないかなというふうに思ってますんで、まあ、実力としてそもそも一番強いというふうに感じています。まあ、長距離種目ねこういろいろあってこれから全部話していくんですけど、まあ、初っ端ですけど正直この5000一部結構一番難しかったですね。予選決勝があるので、まあ、そこのね疲労度とかも含めていまいち分かりにくいなっていうとこあったので、まあ、ここは展開とかね細かいことを予想せずにシンプルにこの3人がですね、まあ、一番強いんじゃないかなというふうに思ったので予想ね、させていただきました。まあ、ただケニア人のね選手のこうレース展開の作り方によってもねまたこう結果ってのは変わってくるのかなというふうには思ってます。じゃあ、次2部いきましょう。まあ、正直2部の方がこれね全体的にレベル高いなっていうふうなね感想はあるんですけど、まあ、そこでもねしっかりこう 1,2,3 位で、ね、取ってこれる選手をね選んでみました。はい、まず3位ですね、小池力選手創価大学。これね僕がケニアでたまたま会った選手、2年生でねまだまだねこう若い選手なんですけど、ちょっとここはね、まあ、僕の、希望というか、はい、応援したいねって気持ちもね、まあ、やや入ってしまってる部分はあるんですけど、おそらくこれはっきり言います、1位はないタイプの選手なんですよ今の力では。一緒にポイント練習とかもしてたし、まあ、レースとかもねちょいちょいチェックしてるんで、まあ、これタイプがもうはっきりあって、とにかく攻める、とにかくもう一番前走ってるペースメーカーとか一番早く走ってるケニア人選手の後ろにピタッとついて、とにかくその前半からガン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 攻めて、もう遅れたらもう粘ると。だからこう上げ下げの展開とかがねあんまり見られないタイプ、これまでそんなに経験してないと思うんですけども、ただ今回のこの2部はかなりレベルの高いレースっていうのもあって、非常にねこうハイペースになっていけばそこにしっかり前半から食らいつくと。日本人選手がね多分みんなガンガンついてこれるわけないですから、後ろに待機してる日本人選手とかもいるんですよ。でそれで、まあ、結果的にはまあ逃げ勝ちですね。先行逃げ切りで、まあ、逃げ切って、まあ、最後ちょっと抜かれつつもなんとか日本人3位食い込むんじゃないかなというふうに思います。まあ、上位入賞は非常にしやすいタイプですね。まあ、そして2位ですね、はい、これね吉田礼志選手でいきたいと思います。中央学院大学ですね。まあ、1万メートルとかハーフとか箱根駅伝とかね、こういう長い距離ではね非常に皆さん何度も見たことある強い選手だと思うんですけど、5000なんやと思いましたね。あ、1万とかハーフのタイプやのにな、5000来たなっていうふうに思ったんですけども、まあ、こちらもですね基本的には小池選手と一緒で、まあ、前半からこう食らいついて食らいついて、まあ、上位入賞できるんじゃないかなと。まあ、ただやっぱりスローペースとかになってしまうと、まあ、どこでスパートするのかな、自分で引っ張るっていうのも考えにくいしなっていうところで、まあ、優勝っていうところがねなかなかちょっと想像しにくかったっていう部分もあってね2位にしました。まあ、ただ実力的にはね本当にトップクラスかなと思います。まあ、そして1位ですね、まあ、これは、まあ、正直ね、まあ、折田壮太選手青山学院大学じゃないのかなと思って出ます。まあ、1年生なんですけどね勝ちきれます。はい、スパート力は正直ね全学年含めてもなかなか、前に出れるものはねいないんじゃないかなと。まあ、最近のねこう陸上長距離界はこう若い選手と学生でいうと1年生と4年生ですね、で差がねあんまりないんですよ。もうほんと高校生とか大学1年生とかでもめちゃくちゃ強い選手いっぱいいますし、逆に言うと実業団とかね行っても、まあ、あんまりねこう伸びない選手とかこう実力がね変わってこない、ようなね結果がね本当に多くなってきてるので、まあ、折田選手ね1年生ですけど、まあ、特に問題なくしっかり実力で、勝ち切れるんじゃないかなと思います。まあ、ハイペースになってもそもそもね自己ベスト13分28秒っていうタイムで、まあ、しっかり食らいつけると思いますし、スローペースになっても、まあ、海外勢をね置いていくようなねスパート力があるので、本当にスローペースになってしまったら折田選手これケニア勢全員置いて普通に優勝しちゃいますからね。日本人1位だけじゃなくて普通に優勝しちゃうと思うので、まあ、あとはねこの金曜日予選で日曜日決勝ってねこう2連戦のねタフなねレーススケジュールにはなるんですけども、まだ大学1年生で、まあ、去年までインターハイとかでね連戦で5000とかやってると思うので、まあ、そこのねこう疲労の感じにくさというか調整の仕方なんかもねまだまだ慣れてると思うので、まあ、19歳折田選手ね、はい、普通に勝てると思います。じゃあ続いてですね、この動画公開直後に始まる1万メートルと予想していきたいなというふうに思います。一部からいきたいと思います。一部ですね、3位ため池行った選手、中央大学。
まあ、この選手ですね、結構僕信頼してるんですよ、昔から。なんか結構こう駅伝の予想とかでも上位に基本的に入れることが多くて、まあ、安定感がね、非常にある選手ですね。まあ、今回の箱根駅伝ね、ちょっと体調不良、中央大学の選手いっぱいあったので、まあ、これ脳幹ですよ。これ脳幹とすると基本的には外さない選手で、まあ、1位っていうタイプよりもこちらもね、結構こう上位2番3番とかに入ってくるタイプではあるんですけど、まあ、1万メートルという長い距離でしっかり安定してね、自分のペース刻んで日本人選手3位というところにね、しっかり入ってくるんじゃないかなというふうには思います。まあ、もしこうペースの揺さぶりとかがねめちゃくちゃあっても、まあ、そこに惑わされずね、集団の中盤でしっかり力を貯めて最後スッとねスパート日本人3位ぐらいの、ところにつけてこれるんじゃないかなというふうに思います。あまり失敗がないタイプなんでね、まあ、ここもね上位入賞予想しやすかったですね。まあ、そして2位ですね。はい、2位はですね、花岡久弥選手、東海大学。まあ、日本インカレでも1万メートルで、まあ、上位に入ってるっていう経験もあったりと、もともとね、この1万メートルっていう種目に対して、まあ、めちゃめちゃ強いと。1万だけやたら強いなっていう、まあ、得意種目ですね。っていうイメージあったんですけども、小田記念、4月にやった小田記念でですね、13分28秒というね、まあ、すごい記録出してますんで、まあ、スピードもある。まあ、さらに1万メートルというこの得意種目ですね。っていうところもあって、まあ、おそらく1位、2位、3位、まあ、絶対ここに入ってくると思うんですけども、まあ、今回2位と予想させていただきました。そして1位ですね、1位はですね、伊藤大志選手、まあ、27分台ね、持ってるし、まあ、普通に一番強い選手かなというふうに、まあ、これね完全にこうタイム順というかめちゃくちゃタイムが速そうな力のありそうな3選手をこう 1,2,3 で並べてるんですけども、まあ、今日ですね1万メートル今日あるんで大体わかるんですけど、あんまり熱くないんですよ。例年はやっぱりタフな展開が予想されるので、コンディションのね持っていき方の能力が高い選手がね優先されるかもしれないんですよ、上位予想には。ただ、まあ、今日はですね普通に天気もいいし、この関東インカレにしては涼しいということもあって、で風もまあそんなに吹いてない気もするので、シンプルに強そうな選手です。あとはまあねこれ展開が難しいですね。ケニア勢の選手がねこれ3人しかいないんですよ。まあ、キムタイ選手ね、そんなにこうガンガン前に出て引っ張るタイプではないんですよ。結構後ろについて走るタイプですね。結構スピードあるので最後のスプリントで、でまあ 5000m も控えてるので、その後にねあんまり前半から突っ込んでね消耗するようなレースはしない、確実に後ろについてスパートで勝っていくっていうタイプのレースをしてくると思うんですね。ピーターワンジル選手、大東文化大学、まあ、この選手ね、まあ、実力的にそもそもこの27分台とか持ってる日本人相手にガンガン引っ張って逃げていくっていうのは難しいですよね、そもそも。なので、まあ、前に出てバンバン引っ張っていくこともないと思います。なので、まあ、山梨学院大学のこのムトゥク選手ですね、まあ、この選手が引っ張るか引っ張らないか、この選手が出なければ5000ぐらいまで正直ずっとスローで行ってしまう可能性もあるので、まあ、そこ次第でね、まあ、ちょっとこうどういう風な感じになるのかなと思うんですけども、まあ、どちらにせよこのムトゥク選手が、まあ、どこで出るか、5、6000メーターぐらいまであんまり速くないペースでみんな塊で団子で行くっていう展開になるかもしれないですね。じゃあ次1万メートルの2部いきましょう。まあ、この2部ねレベル高いですね。ケニアの選手9名いますから、まあ、その上にね箱根上位の大学もたくさんいるので、まあ、非常にハイレベルな大会になってくると思います。じゃあまず3位、吉田響選手、創価大学。1万メートルっていう距離自体すごい向いてると思います。まあ、東海大記録会でね一人で淡々とゴリ押しで28分12かなんかでこの間走ってましたし、まあ、シンプルに1万メートルという距離で上位を取れる実力があります。誰かにねついて、まあ、しっかりこうラスト勝ち切るタイプではなくて、もう自分で淡々と走るレースばっかりなんですよね。こう基本的にタイム取ったりとか上位取ってる時は、まあ、前半からね、まあ、こうケニア勢の選手がねハイペースに持っていって、まあ、それにしっかりつくという展開だったら、まあ、この順位で勝ち切れるというか逃げ切れるのかなというふうに思いますね。日本人選手の後ろとかについて、まあ、なんかこうレースをしてしまうという、戦いをしてしまうとあんまりいい順位は取れない、後半ペースアップした時とかに対応できるかというのは不安ですね。なので、まあ、捨て身の覚悟でしっかりもうケニア勢のねハイペースの展開にね、まあ、ついていくというところがねまずこう理想的な展開なのかなというふうに思います。まあ、そして2位予想ですね、上原選手ですね、国学院大学。これは、沖縄出身の選手なんですけど、暑いの強そうやから関東インカレどうかなっていうふうにちょっと思ってたんですけど、まあ、さっきから言ってるように思うほど今日暑くないので、なんかあんまりこの予想どうなのかなっていうところもあるんですけど、まあ、箱根駅伝5区走ってます。まあ、スピードスタミナともにねあって、まあ、国学院大学の選手、関東インカレとかこういうタフなレースというか
強いイメージあるんですよ、僕の中で。でこの上原選手もですね、非常にこう安定感もあってですね、まあ、僕強いタイプだと思ってるんですね。タイムより強いタイプだと思ってるので、まああのハイペースとか展開になってしっかりそこ挑戦していって生き残ってこれるんじゃないかなというふうに思います。ここまあ僕の結構挑戦的な予想ですね。タイム的に言うとまあまあ上位に入らない選手ではあるんですけどもね。そして1万メートル優勝、1位ですね、まあ、これはもう黒田朝日選手、青山学院大学でしょう。そんなにコンディション不良がなければ黒田朝日選手で、まあ、決まりなんじゃないかなと。まあ、前半からね、あのペースメーカーになるようなね、こうケニア人の選手にね、ピタッと後ろにつけるタイプではないと思うんですよ。逆に言うと、ちょっとこう距離を置いて、自分のペース刻みながら、前の様子をね、こう伺いながら走っていくんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、ただ、まあ、最終的にはこの1万メートル、10キロっていう距離を走り切った時に、日本人の中で一番前にいるのは黒田朝日選手。まあ、本当にこうコンディションとかね、レース展開によって、前行ったり後ろ行ったりとかね、こう上げ下げがね、多いあのレースになってくるとは思うんですけど、まあ、そこをうまくこうレースマネジメント、自分の実力を見切って、ここは行かない、ここはつく、ここは前に出るみたいなね、こういうレースマネジメントが非常に上手い選手だと思うので、非常に優勢、うん、力もあるし、まあ、確実に取れる順位じゃないかなというふうに思ってます。そして最後ですね、ハーフマラソン、予想していきたいなというふうに思います。まあ、これハーフね、むずいんですよ。全然ね、あのタイムとかとは違うような展開になること多いですからね、まあ、そもそもめっちゃ熱くなると、63分台とかで全然優勝することもあるので、じゃあ一部からですね、3位、山口蓮選手、日体大です。この選手ね、実はスピードあんまりないタイプなんですけども、去年この種目、7位入ってます。まあ、さらにまあこう箱根駅伝予選会とか、箱根駅伝2区とか、タフな、本当にこうタフなやつ、特にこう後半がきついやつですね。そういう種目において、非常にあの上位を取れてるというか、まあ、得意にあのしてるイメージがあるので、まあ、4年生というところもあって、まあ、非常にこうね、あの経験も生きてくると思いますし、しれっと3番に入ってくるんじゃないかなと思います。まあ、これも気温が上がればね、この順になってくるんじゃないかなとは思ってますね。まあ、そして2位ですね。2位はですね、梅崎蓮選手、東洋大学。2年前に、まあ、そもそもこのコース、国立競技場で開催した時に、2年生の時ですね。で、ハーフマラソン2位になってるんですよ。まあ、そしてこう、力が別にこの梅崎選手、衰えてるってわけではなくて、ちゃんと力もつけてるので、そんなにね、あの、下の順位にはならないと思います。まあ、上位入賞はね、確実にしてくるタイプかなと。まあ、さらにですね、まあ、この後、またちょっとこう、予想に入ってくるんですけども、延岡西日本マラソンというね、2月に行われたマラソンで、2時間10分でね、これ2位になってるんで、タフなレースもね、非常に得意、フルマラソンも走れるということで、まあ、カンカレのハーフ、非常に気温が高くなっても、しっかり安定して最後まで走り切れるんじゃないかなというふうに思います。そして優勝予想、1位ですね、伊福洋太選手、早稲田大学。さっき言った、この梅崎選手が2位に入った延岡西日本マラソンで、優勝してます。2時間9分26秒。まあ、これのね、このタフさがですね、カンカレのハーフに生きてくるんじゃないかなというふうに僕思ってるんですね。本当に1時間1分とかでゴールするわけじゃないので、この大会。スピードっていうよりかは、僕はもう30キロ走とか、40キロのフルマラソンとかの実績で、しっかり走れるタイプの選手の方が、もうこのレースはですね、上位に来ると思ってるので、俺は勝てると思います。まあ、この伊福選手と梅崎選手で、まあ、この2人がですね、1位、2位で、来るんじゃないかなと思います。めっちゃ雨降ったりとか、めっちゃ涼しくなったらちょっとわかんないですけどね、もっとスピードある選手が勝つかもしれないですけど、基本的にはタフ勝負というところで、予想してみてます。そしてハーフ2部ですね、最後、予想していきたいと思います。こちらもですね、基本的にはもう暑くなって、タフなレース展開になるということを踏まえてですね、予想してます。3位、高山選手、國學院大學。まあ、ハーフ1時間1分台とね、まあ、そもそもスピードもあるんですけど、まあ、こちらも、まあ、國學院大学の、まあ、タフな、選手ということで、まあ、2年前の国立でね、やった時、伊地知選手、國學院大学、まあ、優勝してます。日本人1位取ってますんで、まあ、同じタイプにね、見えるんですよね。結構似たような、タイプの選手なので、予想させていただきましたね。そして2位、山川拓馬選手、駒澤大学。普通に山登りの5区でね、タフさも、証明されてます。まあ、そしてハーフマラソンもですね、これ、おそらく一番早いんじゃないかなと思いますね。出場選手の中、日本人の中でも一番ハーフマラソンのタイム早いと思うので、余裕で1、2、3番には入ってくるんじゃないかなと思ってます。まあ、2年前ね、さっき言ったようにね、このコースで優勝したのが、まあ、國學院で5区走った伊地知選手ということで、まあ、この5区のね、山登り強いタイプの選手もね、優勝しているということもあるので、まあ、そういうとこから逆算してね、コースがね、不向きということは、まあ、ありえないと思うので、まあ、実力しっかり発揮できれば、1番、2番、3番、このどれかには確実に入ってくる選手ですね。1位、ハーフマラソンのね、2部、優勝予想、最後していきましょう。こちら、
塩出翔太選手、青山学院大学、これもですねマラソンです。はい、マラソンで、実績あります。2時間18分か19分だったと思うんですけど、優勝してるんですね、暑い中で。はい、何の大会かごめんなさい、ちょっと今名前が出てこないんでちょっとテロップで出しとくんですけども、2時間18分19分ぐらいで非常に暑い気温の中ですねフルマラソンで優勝しました。でその時もですね前半しっかり抑えてペースをみたいにして、後半いきなりバンと上げてね優勝したんですよ。でその展開がですね非常にこの、国立競技場のねこの暑い中のハーフマラソンでねできれば日本人1位優勝がね確実に取れる展開ができるんじゃないかなというふうに思うわけですよ。まあ、前半からね突っ込んで勝ち逃げっていうんじゃなくて、まあ、しっかり後半上げれたというところで優勝というところでね非常に順位をね取れる走りをしたので、まあ、ここ期待したいなというふうに思います。まあ、ただ青山学院の選手ですね、箱根のあの袋とか走ってる選手、なんかその時期だけめちゃくちゃ強くて春夏シーズンそんな活躍してないみたいな選手のパターン結構多いので、まあ、塩出選手がちょっとごめんなさいどっちに当てはまるか分かんないんですけど、まあ、普通にいけばね非常に強い選手だと思ってます。でこのねハーフ2部ね皆さん大好き太田葵選手がですね出場するっていうか、まあ、エントリーされてたんですけど、太田葵選手ね、まあ、実力的にはねめちゃくちゃあるんですけど、コンディション不良とかもね、まあ、ちょっとあったりもしたので、この1月2月3月俺はそんなに走らないんじゃないかなっていうふうに思います。てかまあこの時期そんなに走らないけど箱根だけめちゃめちゃ入ってるのがねこれまでの太田選手であって、まあ、それがねある種彼のこう魅力的な部分でもあったりするので、この時期めちゃくちゃ本気でピーキングしてるようには思えないですし、あとは太田選手のねこう得意なスピード感あふれるレースっていうのもねあんまりこうこのカンカレのハーフではね不要というか、あんまり太田選手の利点はね活かしにくいんじゃないかなというふうに思うので、まあ、僕は太田選手ね、まあ、入賞ぐらいはすると思うんですけど、まあ、5番6番ぐらいで落ち着いてしまうんじゃないかなというふうには個人的には思ってます。はい、ということでね、今回ね 5000m 1万 m ハーフマラソンのね1、2部のね、6種目をね予想させていただきました。やっぱりこう予想してみてもね思うことは、これ1部2部がね分かれてるっていうのがこの関東委員会の長距離ファンとしては、まあ、つまらないって言ってしまったらねちょっとそこまでなんですけど、なんかもう惜しいなっていうところはやっぱありますよね。1部と2部がねこう合体してもうみんなで戦えればめちゃくちゃ面白いんですけど、まあ、それがねこう日本インカレっていうのがあるんですけど、日本インカレはね駅伝前にね全然こうみんな本気を出してこないので、トラックでこう全ての大学生が本気でね力を出し合って集結したねトップオブザトップを決める大会っていうのがねなかなかこれない状況なんじゃないかなと思うんですよね。多分これ2部の方が強いですからね、青山学院、國學院、駒澤大学、創価大学ってねこれ2部に全部いるわけですから、でケニア人選手もねほぼほぼ2部にいるので、なんかね1部がこう盛り上がりきらない部分はねあるとは思うんですけど、まあ、その中でもねまあこれ今回順位予想ということでねさせていただいたんで、まあ、この動画公開後にすぐにね1万メートル始まるし、まあ、おそらくこの動画ちょっと見遅れた人はね1万メートル終わってからね見ることになると思うんですけど、まあ、答え合わせなんかもね含めてね僕のこの予想動画っていうのね楽しんでもらえたらなというふうに思います。じゃあ、今日の動画見てくれてありがとうございました。選手の皆さん頑張ってください。